はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン&魂ネーション2017限定 SH フィギュアーズ仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2です。はい、このアーツの仮面ライダーゲームは会場受け取りで買うとスポーツゲーマーの自転車がついてくるのと、専用スリーブの特別なパッケージ絵になって、プレ版ではゲーム単体で抽選販売もされてますね。このスリーブを取ると中にはパッケージが2つ入ってて、ゲームの方はいつものエグゼード系アーツと同じような見た目のパッケージで、パープルカラーで、プレ版限定アイテムですから小窓はありませんね。そしてスポーツゲーマー側の箱の見た目はこのようになっております。では今回は両方一気にレビューしましょう。まずゲーム側の中身はこうなってて、ゲーム本体と手首パーツが8種類と、バグバイザー本体と交換用パーツで、スポーツゲーマー側はスポーツゲーマー本体と専用台座がついております。まずガシャコンバグバイザーはチェーンソーモードで入ってて、全体をぐるっと見回すとこうで、ちゃんと AB ボタンまで色分けされておりますし、パーツでカチャッとはめるものではなくて、レベルアップライダーシリーズ同様に手首パーツに持たせる感じで、ここを引っ張るとパーツが外れますので、チェーンソーモードのパーツも外して、ハンドガンモードのパーツに付け替えつつ、先ほどのパーツをひっくり返して付け直せば、はい、ハンドガンモードにあっという間に変形しました。ちゃんとチェーンソーとボリュームが変わるような形ですね。そしてスポーツゲーマー本体、ぐるっと見回すとこうで、今回は変形型ギミックがありませんから、完全な自転車形状でバランスも完璧で、前輪がこのように稼働しますし、サスペンションギミックとかはありませんが、前輪も後輪も動きますね。あとペダルもくるくると回転しますので、しっかり細かく作ってあるなって感じで、この辺の柄なんかも完璧に再現されてると思います。ちなみに、レベルアップライダーシリーズのスポーツゲーマーと比べるとこうで、こっちは合体ありきですから、スケール感とか色柄が色々違うところはありますが、比較はこうですね。ただ厳密に言うと、スポーツゲーマーってこのレベルアップライダーシリーズの形状が正解で、装着するときと乗るときで形状が大きく違うんですよね。そして自転車の形的に単体では自立しませんから、専用の台座がついてますので、ここにサクッと差し込めばドンと置いて自立することができますし、隣にアーツを置くと、さすがはサイズを合わせてありますので、スケール感バッチリですね。同じアーツのバイク形状のものと並べるとこうで、やっぱりバイクの方が一回り大きい感じですね。そして仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2本体、ぐるっと見回すとこうで、基本は先に発売したエグゼードのレベル2のアーツの色違いですから、クオリティはお墨付きというか、完全完璧に劇中イメージまんまで、本体カラーなんかもバッチリ細かく色分けされておりますし、特徴的なちょい離れ気味の目の部分とか、他のライダーとは違うアーマー部分のガンメタっぷりとか、アンダースーツにメタリックパープルのラインとか、申し分ない再現度ですね。後ろから見るとこうで、レベル1フェイスもついてますし、ベルト部分にはゲームが映ってて、ガシャットも刺さってて、メタリックカラーで塗られてるプロトマイティアクション X が入ってて、引っ張れば取れますし、スロット側に差し込むことも OK で、この辺もいつも通りですね。これをバグバイザー側に、差し込むことできないですね。ここにジョイントとか何もありませんね。で、可動箇所もエグゼードと全く変わってなくって、かなり関節固めで各箇所がよく動きますので、相変わらずの動かしやすさって感じで。ただ僕の買ったゲーム2体のうち1体はかなり関節固めなんですけど、もう1体が腰の関節が緩くって、若干関節の硬さは個体差があるかもしれませんね。そして右手首を握り手に変えて、そこにガシャコンバグバイザーを持たせれば、はい、装着角度完璧にバグバイザーを武装することもできますし、ここはパーツがパカパカとかしませんので、しっかり劇中通りの角度で持たせることができますね。
そしてゲームといえばレベルアップライダーシリーズの出来もすごい良かったんですけど、このように見比べるとこうで、黒い部分とパープルの色分けがやっぱりアーツの方がより鮮明で、こうやって見比べるとさすがはアーツですよね。さらに上半身を近づいてみるとこんな感じ。放送後に発売だけあって顔のバランスなんかもう完璧ですよね。はい、まずはまだ正体不明の頃だった第2話の変身登場ポーズ。レベル1からの変身でしたから、この後ろ姿でちょっとこっちを向いてるポーズなんかもものすごく印象的でしたけど、ちゃんと角度を変えてみてもまんま劇中イメージ通りなんですが、さすがアーツ、ほんとかっこいい。はい、いろんな角度から見るとこうで、この辺のくの字の角度も完璧で、さらに上半身をいろんな角度から見るとこうですね。そして登場からガチャコンバグバイザーを構えてガンモードでの攻撃状態に、さらに別角度から見てもいい感じですよ。そして腕を曲げてガチャコンバグバイザーを付け替えてはめ替えポーズからのチェーンソーモードに変形して、この状態での構えポーズからのやばいんだけどかっこよさ、振り下ろしの斬撃ポーズとか、なぎ払いの振りかぶってるポーズなんかも思い通りに決められますね。バグバイザー武装状態めちゃかっこよく決まるな。シルエットはいつも通りですから、後ろ姿も完璧にかっこいい感じでございます。まあ、ゲームは1年通してずっとかっこよかったですけど、序盤の強さも目立ってましたよね。ブレイブへのゼロ距離攻撃とか、よそ見せずにそのまま、後ろ側のエグゼードへの攻撃とか、腕を広げれば、乱射ポーズも取らせることができますね。もちろん武器を武装してなくても格闘ポーズを楽しむことができますから、普通にパンチポーズだったり、いろんな角度から見るとこうで、これもシルエット完璧に決まりますし、片足立ちのキックポーズなんかもバランス OK で綺麗に決まって、そしてバグバイザーを装着したまま左手をちょっと変わった角度にしてキックポーズを取らせれば、11話のシャカリキクリティカルストライクも再現することができます。そして本当に全身がよく動きますから、ライダーキックポーズなんかも綺麗に決まりますし、足裏まできっちりとディテール入ってますね。そしてアンダースーツカラーがちょっと違いますけど、ガチャコンブレイカーを持たせればレベル0っぽくもできますし、同じアーツのエグゼードと組み合わせれば、二人のマイティの協力プレイポーズも再現することができます。この辺の展開とか超熱かったですよね。近づいてみるとこうで、基本は同一造形ですから、プロポーションなんかは共通です。では、スポーツゲーマーといろいろ組み合わせてみましょう。まずはサンプル画像のハンドル周辺に手を添えた状態はこうで、やっぱ並べるとしっくりきますし、会場限定とはいえ単体と同じ価格でこれが付属するとか超お買い得ですよね。そしてこれもサンプル画像通りですが、台座を使わず半分自転車に乗った状態で自立も OK ですね。ちなみに付属の台座には魂ステージ用のジョイント穴もありませんし、本体にもジョイント穴がありませんから、本編っぽくアクティブなポーズで使う際は後輪に台座をセットして前輪で魂ステージを使って支えれば、こういう動きのあるポーズもいけますね。というか本当に自然に組み合わせることができますので、割といろんな角度から見ても自転車に乗ってるかっこいいゲームが表現されてると思います。ちなみに色合い的にはエグゼードの方がよりマッチしますので、並べて飾ってみたりとか、若干ギャグっぽくなっちゃいますが、普通に自転車モリコリポーズとか、ちょっとウィリー状態での攻撃ポーズなんかもいけますね。
ハンドル部分をがっちり固定するにはレーザーに付属する専用手首が必要ですから、普通の武器持ち用の手首だといまいちここがしっかり握れない感じですね。とりあえずこんな感じでエグゼイド系だけじゃなくて 14,5 センチサイズのアートならだいたい対応してると思います。はい、ということで、魂ネーションとプレバン限定の SSB ギアーツ、仮面ライダーゲーム、アクションゲーマーレベル2を紹介しました。基本はエグゼイドアーツの色違いとはいえ、バイザーの目の部分は全然違いますし、専用のガシャコンバグバイザーも付属しますから、ゲーム独自のいろんなポーズを楽しめる上に、魂ネーション限定版ではスポーツゲーマーも付きますから、これと組み合わせたの見た目なんかもすっごい良かったですよね。そして現在プレ版でもゲーム本体のみではありますが、4月発送予定で抽選販売がされてますので、そのページは概要欄にリンクを貼っております。そして魂ネーションではディスプレイオンリーでしたが、結構エグゼイド関連のまだ発売してないアーツがたくさん飾ってありましたので、今後もじゃんじゃんテンポよく発売してくれるといいですよね。以上、 SHP ギアーツ仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2の紹介でした。